のピアノもそうでしたけど、今回はピアノになったことで、かなりスタイリッシュなデザイン。結構皆さんに言われるのは、ブランドデザインがランボルギーニっぽい。ああ。うん。確かに。ライブがくっついちゃうと、こういうラインの跳ね方がすごいかっこよくなってるし、あとは、リアデザインに関しても、一文字のラインの跳ね方で、かなりインパクトのあるデザインになってるから、プリウスイコールちょっとこう燃費がいい大衆車ではなくて、ちょっとスポーツ走行したいなとか、ハイブリッドカーでスポーツ走行を楽しめるっていうような車がいいなっていうのがね。で、あんまり大きな声で騒がれてないんですけど、ハイブリッドのマークが変わりました。ハイブリッドシナジードライブっていうのがなくなった。あとは実際お車をご覧になる方にお勧めするのは、いろんなところにプリウスのネームだったりとか、そういうところが入っているので、で、フロントライトつくとこんな感じです。かなりエモーションなデザインになっている。かなりワイドランドラーのどこだったかな。ここは特にマークなかった。ここにこんな感じでプリウスってやつで、ハイブリッドリボンということで、まあ要はプリウスの生まれ変わり、さらに良くするプリウスを、まあ元々は報道とかでも噂でもあったように、タクシーでいいんじゃないかっていう話があったじゃないですか。それで結局そのタクシーだけで終わらせたらもったいないよねということで市販化されたということですよね。ブンブンわーい、ブンブンわー、山行きの店のオーマル系の教習方々なんかは違和感なく持ってるそうですね。お水、私今日はあれ、シャンパンが美味しいです。
あ、これでもできる。これもついてる。なんだっけ。さっきベルファイアとかでお伝えしましたね。お恥ずかしいから忘れるっていう。じゃあちょっと待ってみよう。はい。ちょっとやってみますね。はい。単純に止めたいところ、止めたいスペースが、垂直に止めるって言った方がいいんですかね。例えばじゃあここに止めたい、左側の2番目のところに止めたいですよって言ったら、ここの前に止めてもらって、はい、ここに見にくいんですけどボタンがあります。はい、これを押していただくと、まあ、白線を認識して、まあ、シートベルト外れてると思うんですけど、シートベルトですね。聞いて出ると。あ、大丈夫大丈夫、後ろは大丈夫です。押すと改めて駐車できる場所が見つかりません。はい、出てきましたね。で、場所はある程度の場所を決めます。ここにすると大体この白線の中に止まるので、このまま開始を押していただくと、でもブレーキを離すだけで、あとは車側が勝手にステアリング、あとスピード、アクセル、ブレーキ調整、あとシフト操作も全部車がやってくれます。ここから勝手にリバースに入ります。昔に比べるとかなり早くできるようになったので、普段車庫入れされているような感じで使っていただけるのかなと。でシフトもパーキングまで入るので、もうあとはそのままエンジンを切って降りていただくだけでできるというものですね。はい、はい、で今度はこれで押していただくと、この出庫サポートもしてくれます。例えば隣がちょっと不安だな、車があって不安だなとか、そういった時にじゃあ右に出ましょうと、これ選んでいただいて開始を押すと、今ブレーキ離せばこのままちょっと前に出て一旦止まります。で、まあ、フロントのカメラもあと目視で左右確認をしていただいて、まあ、問題なければもう一回ブレーキから足離していただくと、そのまま車側が、まあ、周囲を判断しながらこう曲がっていってくれると。で、あとはもうこのままアクセル操作とか、ごめんなさい、よ前進します。で、このままハンドル操作してもらうと、あとはもうアクセル踏んで走ってもらえれば、通常通りの走行ができるようになるというのが、このアドバンストパークっていう、あのオプション、オプションっていうか機能です。チャンネル登録よろしくね。バイバイ、また見てね。また見てね。